ですね、もうリングアナーのハルさんからのご紹介で、はい、グラミーアイドルアーティストの宇崎由紀さんをお迎えしてね、にぎやかに収録いたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。バックによってのメッセージもありがとうございます。ありがとうございます。やっぱりいいね、女の子、可愛い女の子がいてるの、香りが違うね。あ、やった。スタジオの。すいません、すいませんね、カレー臭で。そうだね、本当にね。昭和臭が漂っちゃった。そうそうそう。はい、昭和臭。昭和臭を漂いましたね。いや、私も昭和なんで。あ、そうか。昭和トリオあった。昭和トリオ、この3人で歌とか歌ったら、なんか笑える昭和トリオ。あ、いいですね。楽しそう。いいですね。お二人歌うまいんでね、私はもうハードルに抱えつきましたね。それはね。歌ってること意味あるんですよ。このリングアナウンサーっていう、ね、はい、肩書き、はい、教師という肩書きがある。確かに、はい、そうそう、私たちが歌っても当たり前っていう。いや、まあ、そうだけどやっぱりそれは需要ってもありますから、お客さんのね需要がなければ歌ってもってありますよ。昭和は誰にも負けてないですね。あ、昭和は私大好きです。本当にすごい面白いですよ、ハトリ。ありがとうございます。本当にお二人って思うんだけど、はい、まあ今日ラジオで会話が噛み合ってるような噛み合ってるような仲いいんだなみたいな。そうですね、不思議な空気感でしたよ。不思議な空気感ですね。でもそうですね、はい、2人でいてもそうですね、はい、そう、昭和感だ。そうだと思います。昭和感だと言えば、ね、それがね、あの仲良くしてらっしゃるって、ね、お友達ってのは羨ましいです。羨ましいです。名コンビですね。ファンの方に怒られちゃいますもんね。私は全然もうインディーギンガーですから、ね、一歩下がってこういう感じで、ね、気をつけて。で、あのそれぞれのメッセージいきます。先にちょっと番組のお知らせですね。今日収録した模様は、10月26日そして11月2日2週にわたってそれぞれ違う内容でお届けします。それで10月からですね、越谷FM さっちゃんのハローホームタウンは夜の9時からになりましたので、皆さん夜の9時になりました。もちろんそれまで前からも聞いていただくとてもありがたいんですけど、特に9時からですよ。リスンラジオというアプリをダウンロードしていただいて、越谷FMも選択すれば聞くことができます。はい、はい、私あのラオスに演奏した時もブラジルじゃない、あのベトナムに演奏した時も聞きました、自分のラジオ。お、聞けるんです。世界でも聞けるんですね。じゃあ、インターネット環境にあれば聞けるってこと、うん、なるほど、どこでも聞けるんですね。はい、あとサイマルラジオでも聞けますので、ね、月曜日の9時から、夜9時から、はい、そうなんです、ね、月曜9時ですね、はい、そうなんです。金土良い子悪い子普通の子みたいですね。そして今回その2日間は前半にですね、あのシンガーソングライターの佐久間秀樹さんのインタビュー2週にわたってお届けしております。そうなんですよね、あの飛んで埼玉映画もね、うん、挿入歌のもう同じね、うん、そうなんです。去年の今頃共演させていただきまして、そうです、ね、今年はちょっとコロナも飛んじゃってまたリベンジしたいんですけど、うん、はい、佐久間秀樹さんのインタビューもありますので、そちらも合わせてお楽しみください、うん、で後半はあのゆきさんと羽鳥アナウンサー登場しますのでね。臨場出演です、私ね。臨場です。主役はこちらで、はい。うん、ってことで、じゃあ、まずどっちから行く、あの感想とお知らせ。はい、じゃあ、行きます。どうも、ゆっころこと、宇崎由紀です。今回はね、2週にわたって、私も出演させていただきまして、本当ありがとうございます。あの曲もね、いっぱい流してもらったんで、うん、皆さんたくさん聴いてもらえると嬉しいです。オリジナル曲が今回4曲流れているのでぜひチェックしてください。こちらはですね、あの私のイベントに来ると買えるということなので、みんなにイベントにも来てほしいんですけれども、普段はグラビア活動もしていまして、今みんなに会えるとなると撮影会がメインかなというところがあるので、ぜひ Twitter とかインスタで、告知もしていますので、チェックしていただいて撮影会に参加してもらえると嬉しいなっていうのと、あとライブもね、今後はちょっとできるかな、どうかなっていう状況なんですけど、やっていくので、絶対やっていくので、皆さんそちらの方もチェックよろしくお願いします。1月の17日生誕祭ができればいいですよね。一応そこを目指して今後は動いていこうかなっていう感じなので、1月17、2021年ですね、開けといてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、楽しみですね。楽しみです。ありがとう。こちらの CD もよろしくお願いします。皆さんイベントに来ないと。そうよ、皆さんに会わないと買えないという、通販ありませんから、そう、会いに来て。お願いします、会いに来た方限定です。はい、はい、そして羽鳥さん、はい、皆さんありがとうございました。2週連続で臨場出演しました。ゆきさんのパワーに臨場してたまたまリングアナやってるからゆきさんの知り合ったということで、臨場を、ね、させてもらいました。ありがとうございました。私もですね、リングアナウンサー活動、あと実況いろいろやってますので、うん、たまに試合もやってますので、会場の方に応援に来てもらって、そして私に声かけの方をぜひしてください。皆様どうぞよろしくお願いします。本当に羽鳥さんはね、はい、あの2年前にお会いしまして、はい、
で、もう一つの顔も素晴らしくて。あ、まあ別に教師って言っても全然構いません。はい。熱い熱い。ありがとうございます。はい、税理士さん、税理士の先生なんです。教えてます。はい、税理士コース担当してます。うん、はい、スパルタ教師。そうです。昭和を出すから、あのゆきさんのようにキョトンとされるっていう学生さんからね。はい、昭和の話をすると大体伝わんないっていうね。はい、全然構いません。あの自分さえ楽しんでるんです。あ、いいと思います。最悪の教師ですね。いや、だって今日の T シャツだってね。ねえ、意識高い、はい、昭和60年ですね。毎度お探しします、このギャグ私わからない、はい、私もわからないセーラーズね、これね。そう、セーラーズですですね。これでも見たことあるんですよね。このキャラは見たことある。はい、昭和感満載でお送りしました、ね。はい、ラジオなのに昭和感出すっていうね。いや、やっぱりね、形からは大切です。はい、大事。はい、ありがとうございます。やっぱだってゆきさんもこういう風にバニーさん、そう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 です。一応ね、やっぱり高いですね。やっぱりそこでスイッチ入りますから。そうそう、スイッチが。はい、さすがです。はい、ぜひこんな愉快な放送を聞いていただきたいと思います。これからもよろしくお願いしますね。あ、本日のゲストはグラビアアイドルアーティストの宇崎ゆきさん、リングアナウンサーの羽鳥武さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。